やっぱ気候変動は見えてきた気がするんですけど、でもそれが水問題っていうとまだ浅いかな、うん、水資源の質と量の変化というのに降る水の量っていうのは雨の量っていうのはすごく増える地域もあればすごく減ってしまう地域もある、うん、特に日本だからこそ難しい問題になりそうだなとか、途上国よりも先進国の方が水資源の争奪戦みたいなのが起こるんじゃないか。国際河川をめぐる国際問題というのは実際に複数起こっている、まあ、結構サステナビリティって私自分で言葉をこう解釈するとこう次の世代にバトンをつなげることだと思ってるんですけど、うん、皆さんこんにちは、トライフィールド2050ここから地球の未来を考えると題しまして、2050年に世界そして日本が抱える食料、水、環境、この3つの分野の問題についてみんなで学び考えていく番組です。進行役を務めますニュースピックススタジオの金谷美です。そして2050年に社会の中心を担う Z 世代としてユーグレナの初代最高未来責任者でフォーブスジャパンの世界を変える30歳未満にも選出されていらっしゃいます小澤京子さんに今日もお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いいたします。この番組ではこれまで食料、水、環境というテーマで2050年に向けてどのような課題があるのか議論してきました。今回3回目は水をテーマに深掘りしていこうと思います。まあ、日本だと普通にこう蛇口をひねれば水が出てくるっていうようなところもあるので、なかなかこう水問題って言われてもなんかこうピンとくるところ少ないのかなと思うんですけれども、いかがですか？いや、おっしゃる通りだと思います。まあ、目が向いてないっていうのがまず一つあるなと思ってて、うん、まあ、環境問題っていうとみんななんか最近雨多いなとか思ったりすると思うんですけど、はい、水問題ってどこなんだろう問題は、うん、って感じでもう疑問しか残らないかなと思います。うん、そうですよね。ただですね、実はこの日本では水のインフラっていうところでこのままだと持たなくなるかもしれないという課題があるということなんですね。ということで本日は、蛇口をひねれば水が出てくるという、今の当たり前っていうのは2050年も当たり前なのか、こういった視点で議論を展開していきたいと思います。さて、2050年の私たち水利用について考えるために、今回も2人の専門家の方々をお呼びしております。まずは、東京大学大学院、新領域創生科学研究科、社会文化環境学専攻の准教授でいらっしゃいます風間忍先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。風間先生、普段はどのような研究をされていらっしゃるでしょうか？水の安全性って皆さん気になるところかなと思うんですけれども、私は特に微生物学的な安全性というところに興味があって研究しています。今後も安心安全な水道水であったり水環境の維持に貢献できたらなと考えています。そういった研究をされている中で水利用に関して一番気になっている問題ですとか注目されているところってどのようなところになるでしょうか？私は先ほど の水道施設の老朽化というのにも関心ありますし、それと水資源の質と量の変化というのに関心を持っています。最近豪雨などで国内外でも甚大な被害を受けた地域っていうのがあると思うんですけれども、その豪雨の原因の一つとして気候変動が挙げられていて、水の量というのは例えば大雨が降って土砂が河川とかに流れ出てしまって水質を悪化するであったりとか、水温や気温が水源の生態を変化させて水質の悪化につながるということも言われています。ゲリラ豪雨が、あったりはしますけども、なんかこう足りなくなるとか質が悪化するみたいなことってなかなか普段考えないですよね。でもなんとなくやっぱ雨は増えたなみたいなのは感じますよね。生活しててなんかやっぱ気候変動は見えてきた気がするんですけど、でもそれが水問題っていうとまだ
浅いかなと思います。うん、そうですね。続きまして、国際協力機構 JICA で、南アジア部南アジア第2課、主任調査役でいらっしゃいます中島浩二さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、中島さんはこう水に興味持たれたきっかけっていうのがあるんですよね。あ、私自身小学生の頃にタイに住んでおりまして、住んでいた家を一歩出ると下水の匂いがしたりですとか、川がすごい汚れてたりですとか、ゴミが落ちてたりですとか、するような状況に育ったんですが、まあ、水問題って実はこう日本ではある程度解決されているけれども、海外では汚いそういう下水があったりですとか、飲み水がなかなか飲めないような状況ですとか、そういった国々があるんだなというふうに思って、まあ、そういった観点で水に着目して仕事をさせていただいてます。結構小澤さん、やっぱり世界と日本の、ね、状況も違いますけども、そこから、まあ、もしかしたらこう学べることとかもあるかもしれないですよね。まあ、実際こんなに水美味しいのって日本ぐらいだと思ってるので、まあ、それ外行って帰ってくると気づくんですけど、日本にずっといると全然目が向かないので、なんかでも絶対今後私たちが向かう未来にあたって、こう絶対問題って増えてくるわけで、まあ、他国の学びを日本に生かせるところってあるのかなと思います。でまずはですね、まあ、日本は結構、まあ、雨も降りますし、この間も結構ね、ゲリラ豪雨だったり雷っていうのがあるので、まあ、水を利用することに関しては、まあ、豊富な国っていうイメージもある方が多いのかなと思うんですけれども、まあ、実は日本の水事情について、まあ、ちょっとこんな意外なデータがあります。はい、こちらですね。年間の降水量で比べると、まあ、世界の平均より、まあ、日本を上回っている、まあ、大体 1.5 倍ぐらいあるんですけれども、こちら1人当たりが利用できる水の量、ちょっと専門的には水資源不存量と言ったりするんですけれども、まあ、こちら実は世界の平均の半分以下になってしまってるっていうところなんですよね。なんで日本はたくさんの雨が降ってるのになんでここまで差があるんだろうと思ったんですけど、例えば、まあ、日本は台風の時期であったり、まあ、梅雨の時期に偏ってというか、まあ、雨が降ると思うんですけれども、まあ、そういうことであったり、あと、まあ、海外の河川と比べて日本の河川ってすごく急勾配になっていて、雨が降るとすぐに、まあ、海に流れて出てしまうっていうところもあると思うんですね。まあ、ただこういった、まあ、状況の中で、まあ、私たちがそれほど、まあ、水に対して、まあ、問題を感じていないというのは、高い質の水インフラが整備されてきたということが挙げられると思います。まあ、もちろんその水資源がないと、まあ、水は使えないのは当たり前なんですけど、ね、こうインフラがないとそもそもここに水届かないんだよってことって、まあ、なかなかやっぱりこう、まあ、意識されない部分であるし、まあ、そこ意識していかないと、まあ、なかなかこう未来のことっていうのも考えづらいですよね。難しいと思う。特に日本だからこそ難しい問題になりそうだなとか、途上国よりも先進国の方が多分課題としてハードルが高いのかなって素直に思います。中島さん、水インフラが整っていない国の場合、今どういった現状が今あるんでしょうか。太陽州のマーシャルという国があります。はい、ここの島はサンゴでできている島になっているんですけど、そもそも水が地下水が寛容できない、貯められないような、そういった国もあります。はい、そういった場合にはそもそも淡水がないっていう国、川もないってことですね。そうですね、川もないというような状況がありますので、そういった国の場合のインフラの整備というのは、実は滑走路に降る雨を集めて、それをきれいにして市民に配るっていうような水インフラの整備の仕方をしている国も実は世界にはあったりします。最近ではその貯水池の量を 1.5 倍に増やすように、貯水池を整備するような事業をJICA の方でもやったりはしております。特に雨に全て依存しているので、これから気候変動という話先ほどもありましたけども、はいはい、そういった観点では降る水の量っていうのは、雨の量っていうのは気候変動ですごく増える地域もあれば、すごく減ってしまう地域もあると言われているので、そこで貯水池の容量を大きくしていくっていうのは、ある意味こう今後気候変動に対して、まあ、持続的な水道経営ができるようにっていう意味では重要な視点かなというふうに。やっぱりこう水のアクセスが結構その、まあ、もちろん飲み水、生活用水に与える影響だけじゃなくて、結構いろんなやっぱその生活になんか社会とかに与える影響っていうのも大きいですよね。
まあ、2050年に向けて、まあ、私たちこの状況どうなっていくのかというところで、実はこんな気になる言葉があります。20世紀は石油をめぐる紛争の世紀だったが、21世紀は水をめぐる紛争の世紀になると。これは世界銀行の副総裁だったイスマイル・セラゲルディンさんが実は1995年に言った言葉だそうなんですけども、小澤さん、この言葉って結構ご存知だったりしますか？生まれてないので知らなかったですね。まあ、この言葉は風間さんの特に昔の言葉っていうわけではきっとないんですよね。そうですね、今改めて、まあ、この言葉の意味を実感し始めているのかなと思うんですけれども、人口の増加であったり、まあ、それに伴う都市化で、まあ、水需要がすごく増加していくだろうということ、あるいは気候変動によってこの影響を受けるだろうという予想から、まあ、世界全体で水資源のことについて、まあ、考えていかなければならないんじゃないかという警告じゃないかなというふうに私は捉えています、うん。まあ、島国である日本と違って、まあ、世界には一つの河川流域に複数の国が存在するところがあると思うんですけれども、まあ、例えば、まあ、上流にある国が水をその河川から過剰に摂取してしまったり、あるいは汚染してしまったりですると、まあ、下流域にある国にすごい影響を及ぼして、まあ、それをもとに水資源の争奪戦みたいなのが起こるんじゃないかと考えられていると思います。国際河川をめぐるその紛争ですとか国際問題というのは実際に複数起こっているというのが実態かと思います。まあ、例を挙げれば東南アジアのメコン川ですとか、あとはアフリカのナイル川ですとか、複数の国にまたがってその水が流れておりますので、その上流の地域にダムが建設されることによって下流地域がそれまで取れていた水が取れなくなってしまう。でそこに関する事前の合意がなかなかなかったですとか、もう少し具体的な事例を挙げますと、インダス川というのが、はい、上流がインドからですね、下流に向かってパキスタンに流れている2つの国をまたがう国際河川になっています。1960年にこの国際河川の問題というのはすでにありまして、はい、インドとパキスタンとの間で国際的な条約を結んで、インダス川についてはその支流がいくつかあるんですけど、支流のうちの2つはインドが使っているよりと、それ以外の3つの支流についてはパキスタンに水利権があると。それで問題解決したのかと思われてしまうかもしれないんですけども、はい、実はその上流側でインド側が何か水資源開発をしてるんじゃないかというような噂が立ってしまって、それでこう2つの国の間での国際的な政治的なこうコンテクストで語られてしまったりすることもありますし、そもそも2つの国で合意していたけれどももらえるはずの水がそもそも雨が降ってないので来ないっていうことも気候変動の影響で起きてるのかなと思います。そうですよね、はい、なんか本当に、ね、日本でも最近めちゃくちゃこう豪雨降ったりとか、なんか日本もそんなに影響、まあ、今は気候変動っていうところの影響はそんなに少ない部分なんですかね。そういうわけでもありませんで、2011年にタイで洪水が発生したわけですけれども、この時にタイの中に7つの工業団地がありまして、はい、そこに日本の企業さんたくさん入られていたようです。まあ、400社近くがタイの洪水によって被災されまして、そのサプライチェーンが完全に止まってしまったようなメーカーさんですとか、だから会社自体は多分日本からでもすごいこう海外の水問題だったり環境問題ってすごい強いつながりが見えてくるんですけど、まあ、私たち個人一市民としてどうやってそこに目を向けていくのかっていうのが、多分この1回を通して考えなきゃいけないことかなと思います、ね。そうですね、まあ、実はそういったところでもですね、普段の水利用に関して日本でのこう違いっていうところが起きてきているんですね。こちらですね、各自治体の1ヶ月ごとの水道料金を、まあ、比べたものなんですけれども、まあ、一番安いのが兵庫県赤穂市となっておりまして869円、で一方で高いところが夕張市ですね、北海道、6966円、全然違います。はい、8倍ほどの差が開いていると。もともと人口密度に、ね、違いがあったりですとか、土地のまあ特徴、まあ、水が雨が降りやすかったりとか水が溜まりやすいのかどうかっていうところもあるかと思いますが、で風間先生、今後こういった状況っていうのは、まあ、
差がなくなっていくのか開いていくのかみたいなところも皆さん気になるところかとは思うんですがいかがでしょうか。そうですね、まあ、差が広がる可能性はなくはないとは思うんですね。まあ、水道事業というのは、まあ、基本的に市町村単位で経営されているもので、まあ、独立採算制というものを取っているんですね。でつまり水源から蛇口届けるまでそれまでにかかる費用施設の、まあ、整備、まあ、更新であったりメンテナンスであったり、まあ、水処理にかかる費用、まあ、薬品代もかかりますし人件費もかかるんですけれども、うん、そういう、まあ、費用経費というものを、まあ、基本的に全て徴収する水道料金で賄っています。まあ、ですので水の代金として考えるのではなくて、まあ、今後もその地域で持続可能な水道というか継続的にその水資源を使用していく、まあ、使用していけるようにするために、まあ、その水道料金を払っているというふうに考えていくと、うん、いいのかなというふうには思いますね。やっぱりその水に対してお金払ってるだけじゃなくてこう私たちが使うためのこうインフラの部分に対しても、ね、まあ、過去の人たちがそのコミュニティの中で、まあ、こういうお金を出して維持してきてくれた、で私たちが今払ってる料金っていうのも、まあ、そこに対するこう、まあ、未来への維持管理への投資じゃないですけど、はい、まあ、そこも含めて、そうですね、やっぱだからこそコミュニティ単位で維持がされてきたと、はい、まあ、過去の方たちもまあそういう思いでまあ維持してこられてきたのかなと思うので、うん、まあ、そういった意識を持つということもまあ必要なのかなというふうに思います。なるほど、なるほど。日本ではまあ独立採算制が取られているということなんですけれども、うん、はい、これ途上国だったりとか、まあ、海外で見るとまあそれは当たり前なのか珍しいケースなのかでいうといかがですか。そうですね、当たり前ではないのが状況としてあります。はい、我々としてもその独立採算を目指せるように、うん、そのいかにサステイナブルで持続的にその水道事業を経営運営できるかっていうところをいろいろお手伝いしている仕事をしているんですけど、うん、そうでない国の方が圧倒的に多い状況です。うん、私がその駐在してたルワンダという国では、うん、首都のその都市の水道とそれ以外のっていう2種類しか水道料金の設定がないという状況がありました。これで何が起きてしまうかというと水源によってまた配らないといけない地域によって整備するインフラも違いますし管の延長も異なってきますしそれに伴うコストも変わってくるわけですよね。でもそのコストに見合った料金体系を設定するのが理想ですけどそうではなくてまあ、地方では赤字の経営がその水道事業体によっては起きてしまう。はいはい、何が起きるかと言いますと壊れてしまった管で水が届かなくなった地域があったとしても、うん、じゃあそれ直したところでまた赤字の経営が続いてしまうので、うん、直す必要もないだろう、そもそも払ってもらっても赤字になるから、うん、そういう考え方に水道事業体の経営もなってしまうことも稀にあったりしますので水源に見合った、うん、またそのシステムに見合ったその料金を設定するっていうのはすごく重要なのかなと思います。まあ、日本もこれからその老朽化、水道施設の老朽化などがあって、まあ、それを更新耐震化するのにすごくお金がかかってくる、まあ、ですので、まあ、水道料金自体は上がっていくと思うんですね。まあ、ただその上昇率というのをなるべく小さくしようという努力は、まあ、自治体でやっていて例えば民間企業との共同して運営していくであったり、市町村の枠を超えて水道を経営していく広域化というような取り組みも行われていますね。なんかこう自治体単位って聞くと、まあ、自分たちもなんかそこにやっぱ含まれてるなっていう感覚ちょっとしてきますよね。なんかこうやっぱ私たちもどうやってかかっていこうって時にこの民間の存在って大事だとは思うんですけど、うん、とはいえ全部民間はなんかこう安定性に心配があるなと思ったんです。うん、こう一緒にやっていくっていうのはすごい理想的な形だなと私も思います。うん、確かにそうですね。もう一気に民間企業にというよりかは、まあ、本当に国も企業も、まあ、生活者も一緒に考えていくっていうことが大事ですよね。
で、まあ、これまでの議論でこう水の課題、まあ、あの私たち日本の課題であるとともに、まあ、世界の課題からいろいろ学べるところがあるということが分かってきたと思うんですけれども、まあ、今、まあ、とはいえこう蛇口をひねれば水が出てくるという当たり前がある中で、2050年もそれをこう未来の当たり前にしていくために、まあ、どういった取り組みであるとかイノベーションが必要なのかというところを考えていきたいと思います。あのまあ、今までの議論でこう、まあ、水の利用っていうのにこうすごくコミュニティが大切だっていう話もあったと思うんですけれども、中島さんこう世界ご覧になられていて、まあ、そういったこうコミュニティ単位でのこうイノベーティブな取り組みっていうのはあるんでしょうか。はい、井戸って今ほとんど皆さん使っている事例、まあ、あのないと思うんですけど、アフリカの国々によってウガンダですとかルワンダではまだその井戸を生活用水また飲用水に使っている事例というのが多いです。まあ、ハンドポンプでこう水を汲み上げて、で使っている人たちがそれにお金を払う、まあ、コミュニティで管理するというのが一般的なんですが、どうしても壊れてしまうんですね。 2,3 年使っていたりすると、で壊れてしまった時、じゃあ直そうとなった時に、本来であれば十分なその料金を皆さんがコミュニティでこうプールしてたお金があればそれを使って直そうということができるんですけど、そのためのお金が集まっていない。料金の回収というところでは電子チップを使って、その電子チップを持っている人たちがその井戸を使えるっていう仕組みを作りまして、ウガンダですとかルワンダでも電子マネーっていうのはすごくあのもう流通していて、現金よりもモバイルペイをそこでお金を扱っていることが多いので、そこで貯めたお金を今度そのプリペイド そのチップ、井戸を使う用のチップにお金を入れて、それでこう井戸を使うっていう、そういう仕組みにしたんですね。そうすると必ずその井戸にはお金が支払われていくので、はい、壊れた時にしっかり修理がされるということで、実に多分2倍以上ですね、あのその料金が回収できるようになって、でその設置費用ですとかもお金はかかるんですけど、それでもペイするっていうことが分かったということで、その協力隊員の方は今起業されてスタートアップとして、あのウガンダであのその事業を全国展開しようというようなこともされていたりします。そうそう、なんかこう井戸なんだけどめちゃくちゃこう最新の、ねね、ソリューションが入れられてるって面白いですよね。面白いですね。ポイントはこれをどうやって日本で生かしていけるかっていうこの仕組み自体をすごい画期的でいいなと思いつつ、日本ってそもそも井戸っていうか、まあその水源との距離が全然、まあ、てかまあ把握しきれてないわけであって、じゃあどうやって日本でその意識を向けたりとか資産家型にしたり主体性を持たせたりって言った時に、そこのハードルってすごい高いなというか難しいなってすごく考えていて、まあ結局だからこそ教育を徹底しなきゃいけない要素ってすごいあるんだなって、私個人としては思ってます。そうですよね。笠間先生、あの教育っていうキーワードが出てきましたけれども、私たちの時代はあのよく小学生の頃に社会科見学で浄水場見学とか、はあ、私大学になってから下水場見学とか行ったんですけれども、水に対して問題を意識せずに生活できているっていうことが、まあ、どういうことによってで行われているのかというのを、まあ、小さい時からやはりそういう、まあ、浄水場見学であったり、まあ、その土地の水、また自分たちが住んでいる土地の水資源を、まあ、勉強したり、まあ、そういうことってすごく大事になってくるのかなというふうに思います。なんか私自身も玉川浄水の見学とかしたなって今思い返してはいたんですけれども、なんかそれが、まあ、昔江戸時代にこう掘られたものみたいなことは習うんですけど、なんかそれがこう今にまで続いてるみたいな感覚ってやっぱりなかなか持てなかったなと思うので、やっぱそういったところもね、やっぱりこう教えていく伝えていくってこともねすごく大事ですよね。教育からちょっと離れちゃうんですけど、はい、接点を増やすという意味では、あの最近海外旅行どこ行こうかなと見てた時に、はい、SDGs と絡めた観光のこうパンフレットとかがありまして、はい、あの例えばその先ほど多摩川の話もありましたけど、うん、奥多摩の方に行くと水道局が持っているその資源林みたいなものがあるんですね。その資源林を守ることによってきれいな水があの、まあ、東京都内に配れるようにということで、森林を持っているっていうのがあるんですけど、例えばキャンプに行くとかラフティングに行くとかっていう時に合わせてこうそういう SDGs の観点からそういう資源林を学ぶみたいな、そういう観光を自治体とかが推進するっていうのは面白いかなと思いました。確かに確かにエコーツーリズムとか言われるやつですかね。
でここまでいろいろ議論してきたんですけれども、最後にちょっと一つこちらの言葉をご紹介したいと思います。はい、飲水資源という言葉で、うん、おささこ聞いたことないですね。私もちょっと今回初めて知ったんですけれども、まあ、まさにね、こう今私たち水をいただいているわけなんですけれども、中国の故事で水を飲むときその水源を思おうっていうのがまずそのままの意味なんですけれども、まあ、巡り巡ってやっぱりこう私たちが今水を、まあ、飲めたり使えたりしているのはやっぱり過去の人たちがこう、まあ、インフラであったりとか整えてきてくれているからこそであって、まあ、私たちがじゃあ今ここからこう水のことを考えるっていうのがおそらく私たちの、ね、将来世代のことをに、対する、まあ、価値にもなるっていう、まあ、ことが言えるのかなと、まさにこう、まあ、水を飲む時にもなんか少しこう考えたくなる言葉かなと思いますので、まあ、こうしたことも踏まえながらですね、水利用する立場としてもそうですし、まあ、何かアクションを起こせるようなことをしていきたいなというふうに思いますね。小田さん、この言葉どのように受け止められますか？そうですね、この資源の思うっていう感じがすごい印象的だなと思っていて、はい、まあ、結構サステナビリティって私自分で言葉をこう解釈するとこう次の世代にバトンをつなげることだと思ってるんですけど、まあ、その時にこうこの思いをちゃんとその歴史的にこう先代の方々が残してくれたこの水のインフラっていうのを私たちもちゃんと受け継いで適切に対応して次の世代に残していく、つなげていくっていうその思いっていうところにすごいまあ、世代関係ないと思うんですけど、個人として意識していくべきだなとすごく今回思いました。ね、この思うっていう感じにね、すごい大事なポイントが込められていますよね。まあ、今回ですね、トライフィールド2050、ここから地球の未来を考えるというシリーズで、蛇口をひねれば水が出てくる未来は当たり前なのかというところで議論してきました。でも本当に当たり前なのかって聞かれて、多分当たり前じゃないっていうふうに、まあ、皆さん思われたと思うので、はい、ここから私たちいろいろ考えたりアクションしていけるといいかなと思います。本日はありがとうございました。